あの竜神大ムカデを貫通する幼虫、それがアサギマダラカッコ幼虫なのだ。この虫は毒の体という能力によって毒と名のつく技のダメージをゼロにすることができるのだ。それは毒針や毒の牙が該当するのだ。でも結局のところ他の技で処理すればいいだけなのでほとんど意味がないのだ。しかしある2枚の虫にとってはこの能力は意味が大ありだったのだ。それが竜神大ムカデとヒアリなのだ。この2枚は強力な技で多くの虫を一撃で葬ることができるのだ。しかしその代償として技の内訳ができないのだ。結果アサギマダラカッコ幼虫に貫通されてしまうのだ。ピンポイントメタだけど決まれば最高にかっこいいのでみんなも使ってみてほしいのだ。すみません。それじゃまたね。バイバイ。仲間の死骸の山を越えて強くなる、それが黒死で虫なのだ。この虫の技、死骸の山は自分の捨て札の数かける100のダメージと状況によっては1000を超えるダメージを叩き出せるのだ。これはコスト2の虫どころか全虫を見ても破格の火力なのだ。実際むちゃくちゃ強いけど、これはあくまで捨て札がたくさんあればの話なのだ。虫神器では一気に捨て札を増やすカードは存在しないため、火力が出るのは必然的に勝負の終盤となるのだ。そのため、この虫は低コストでありながら終盤向けという特殊な立ち位置をしているのだ。このように意外と使いどころが難しい虫だけど、強いことは間違えないので、ぜひ使ってみてほしいのだ。それじゃ、またね。バイバイ。最低により最強になれなかったカード、それがゲジの足切りなのだ。このカードはつけた虫が最初に受けるダメージを自身が破壊されることで肩代わりするという効果を持つのだ。これはジョロウグモやアレクサンドラトリバネアゲハの持つ能力と似た効果なのだ。つまりゲジの足切りをこの2匹につければ最低3回攻撃しないと破壊されない脅威の虫が完成するということは残念ながらなかったのだ。公式の裁定によりこれらの効果は2つとも一度に消費されてしまうということになり、むしろつける意味はなくなってしまったのだ。それじゃ他の虫につけるかと考えるかもしれないけど、それでは結局のところに対に交換でしかないので微妙なのだ。でもポテンシャルは高いので一度使ってみてほしいのだ。それじゃまたね。バイバイ。攻撃と防御を合わせ持つ擬態、そんなトゲ擬態を持つのがトゲ七不死なのだ。このトゲ擬態は従来の擬態の効果に加え、擬態効果が有効な間に自分が縄張りを引くと攻撃が300も上がるという効果を合わせ持つのだ。これにより攻撃1000以上を狙えるのがすごいのだ。また攻撃抑制にもなるのが優秀なのだ。しかもトゲ擬態を警戒して効果で破壊しようとした際に、タイマ以外では現実的な除去は不可能な体力1100なのがやばいのだ。そんなトゲ七不死の唯一の欠点は初撃でヘラクレスやパラワンを倒せないことなのだ。ここがロードハウトの大きな差別点なのだ。攻防一体の優秀なトゲ擬態を使いこなして勝利をつかむのだ。それじゃまたね。バイバイ。コストがあれば何でもできる、そのコストを増やせるのがこの群青オオコブハムシなのだ。この虫は攻撃によって破壊されると捨て札に行かず自身を餌場に置くことができるのだ。つまり倒されても問題なく、むしろ積極的に倒されたい虫なのだ。しかし虫の攻撃以外だと餌場に行けない上、爆熱弾程度で倒されてしまうのはネックなのだ。でも逆にこの虫に爆熱弾などを使うということは擬態などに使えなくなるという考えもできるのだ。また他の餌加速カードと比較すると速攻性と確実性がない代わりに最低限の戦力になるという違いがあるのだ。どれも功を着付けがたいため使い分けが大切なのだ。餌加速が弱いはずはないので、ぜひ確保しておきたい虫なのだ。それじゃまたね。バイバイ。虫神器開発のコストゼロの虫、その名はナミアメンゴなのだ。この虫は水生昆虫を持つ虫の中で現状最もコストが低く、青の餌は4枚でコストがゼロになるのだ。これは青単であれば簡単に達成でき
できる枚数なので、実質コストゼロの虫として運用できるのだ。つまり、コストを払わずに出せるこの虫は最強はさすがに言い過ぎなのだ。ステータスは7星と同じなので、餌場に青が4枚なければ全然強くないのだ。また赤なのに緑対策になりにくいのもネックなのだ。つまり中盤まで7星の劣化で虫の数を稼ぐことしかできない、なんとも微妙な虫なのだ。でも使いどころを見極めれば強いので、青タン使いによって採用は分かれると思うのだ。君は採用する？それじゃまたね。バイバイ。新たなる除去札登場。その名は息吹の解放なのだ。このカードは効果が非常に特殊となっており、まず虫を選んだら任意の数コストを支払い、そして支払ったコスト ×300 ダメージを選んだ虫に与えるのだ。これだけ聞くと爆熱弾などの介護感に見えるけど、このカードの特徴は0コストで0ダメージを与えることなのだ。0ダメージじゃ意味ないじゃんと思うかもだけど、蜘蛛の巣などを消費させることができるという活用法があるのだ。これらの効果は1度目を0ダメージにするのは強力だけど、残念ながら0ダメージであろうとも効果が消費されてしまうのだ。そのためこのカードを使えば簡単に消費させて本命の攻撃を当てることができるのだ。実際そんな場面は稀だと思うけど、みんなもうまく活用してみてほしいのだ。それじゃまたね。バイバイ。君は大会でもブイブイ言わせてる偽花。違います、花カマキリなのだ。ちなみに偽花と似てるのはさておきで、その性能は違うのだ。この虫を象徴する特徴的な技があり、それが擬態攻撃なのだ。この技は味方を選んで同じ色になって攻撃する技なのだ。強そうだけどその実態は微妙なのだ。味方が必要ということは相手に合わせて花カマキリと一緒に味方を出す必要があり、コストも手札も結構要求されるのだ。そして場を整えて出せる火力は1000、弱くはないけど手間に見合っているかと言われると微妙なのだ。でも白金との相性は抜群で、相手に合わせた相方と自身を同時に出せて火力以外の問題点を解決できるのだ。弱くはないけど強くもない、まさにザ微妙な虫なのだ。それじゃまたね。バイバイ。カードゲームには対策を知らないと済まされることがあるのだ。もちろん虫神器にもそんなカードがあり、その1枚が不滅の大台なのだ。これはつけた虫が破壊されるまで縄張りが破壊されなくなる強化カードなのだ。一見大したことなさそうなこのカード、とある虫につけると大化けするのだ。それが擬態を持つ虫なのだ。擬態は攻撃対象にならなくなる能力なので、不滅の大台をつければ縄張りの破壊が不可能になる凶悪なロックコンボになるのだ。このコンボは擬態大台という名前で虫主から恐れられているのだ。さらにケラの7ゲーを使うことで大台を使い回す派生コンボもあるのだ。凶悪ではあるけど対策は簡単で、術で処理してしまえばいいのだ。大会でもたまに使われてるので注意なのだ。それじゃまたね。バイバイ。公式に愛されし青タン。その青タンに相性がいい新規が判明なのだ。それが虹色クワガタなのだ。この虫の能力七色反射は、場に出たターン餌場の色を全て好きな色に統一でき、さらに裏返った餌も色をつけることができるのだ。この効果で餌場を青一色で染めて軽減能力を生かすだけでなく、赤に染めて苦手な緑をヒアリで粉砕することもできるのだ。しかも自身はコスト2として最低限のスペックを持ち、青なので餌場に置くのも場に出すのも問題ないという素晴らしさ。青タンは本当に優遇されすぎなのだ。バックの虫を出してからさらに出すことになるので、コスト軽減はあんまり機能しないかもだけどね。もちろん赤タンや緑タンへの採用も可能なので、絶対に確保しておきたい虫なのだ。それじゃまたね。バイバイ。